埼玉県小川町の下里農場の金子義明です。私自身有機農業40年目でして、土を作るまで3年、そして、安定してお米や野菜ができるまで10年かかりました。まあ有機農業1971年から始めたんですけど、10年目に消費者30件と提携する形で、ほどほどに食っていけるなっていう形ができました。ただその10年っていうのはお米野菜作り土作り、そして対消費者に購入できましたっていう自信持って説明できるような3つの努力をした結果、10年目にほどほどに食っていけるな、まあ勝利対案の有機農業って言うんですけど、そういう方向が見えた中で、それからは村の仲間と一緒に良くなろうということで、地場の食品産業をまず最初に取り組んだのは1987年のお米で、造り酒屋さんと無農薬米酒を、その後製麦地屋さんが小川町なんですけど、私たちの有機の小麦で、最初はまあ変わり者扱いされてましたけど、村が動いたのが30年目です。ちょうど私より17先輩の安藤さんという自主的なリーダーが、私たちのお米や野菜をずっと見てて、どうも金子さんたちの方がもう品質も収量もいい、そして若い人たちといっぱい楽しくやってる、これから村を維持していくには金子さんたちと足並みを揃えてやっていきたいということで相談に来る中で、大豆を有機で村も転換して栽培し始めました。幸いに隣町の豆腐工房さんが全量買い上げ、再生産可能価格側近で買っていただく中で、村が大きな転換の力が大きくなった中で、その2年後2003年には、小麦も有機で醤油屋さんに買っていただく、でいよいよ村が動いたのが2009年ですけど、お米も有機にほとんどの農家が転換した中で、さあお米2トン3トンどう買い支えてもらえるかっていう中で、大変何年か、苦労しましたですけど、幸いさいたま市のリフォーム会社が、その社長が見学に来てた時にそのお話をしましたら、全量買い上げます、それは社員の給料の一部をお金で払うことで、金子さんの、一緒にやってる仲間の有機米を買い上げすることで、うちの集落は、2009年に、集落全体が有機農業に転換するって思っても見ない、一番私自身では忘れない年になりました。そういう中で、3.11 が昨年起こって、その企業が CSA で買い上げたお米がですね、社員に3月17日に届いたんですよ。その時と都会のスーパーでお米がなくなった、食料品がなくなったっていう中で、お米が届いて、こういう生産者と、自覚した企業の社員がつながるっていうことが非常に良かったっていうことで、関連企業もこういう取り組みをしたいっていう動きになりまして、ですから私の集落から始めた試みが、有機農業でほどほどに食っている、次に地場産業と結びついている、次は自覚した企業の社長が社員の給料の一部にお米を出していくっていうこと、こういう試みが農業農村を再生する一つのモデルになるんではないかなと思っています。ということで、この試みを小川町の他の集落にも広めたいと思っております。もう一つはそういうことをやりつつも、耕作放棄地が小川町160ヘクタールあります。それをいよいよこれからの時代は食とエネルギーのサバイバルの時代に入ったんだなと思いますので、都会でそれを気づいて少しでも食料の自給から取り組みたいって人には、
今高速基地を借りる手当をつけまして、開墾から始めて有機農業の指導者付きで小川町にも近隣の食料自給に、そして環境保全を含めて取り組みたいという人をお招きして始めたいと思っているところです。